やってきました、ちなるのギター、歌って弾いてみた。ウェイウェイウェイ。さあ今日のラインナップは、じゃあ、今日を最終回を迎える、はい、あなたの番ですより手塚翔太さんの会いたいよ、会いたいよ。君がいない世界は光を失ってしまった。僕には何ももう見えないよ。暗闇が広がるだけ。でもまぶたを閉じてみれば、今も浮かぶ二人の日々。この手をそっと伸ばしたくなる。微笑む君に会いたいよ、会いたいよ。涙が溢れて止まらない。会いたいよ、叫んでみても声にならない。もう一度だけ会いたい。あなたの番です。アタックチャンスみたいな。今のは完全にアタックチャンス。いやいい歌だね。ね、いい歌だよね。ドラマね、楽しみですね、最終回もね。袴田さんも出てますからね。出てますからね。お世話になりましたね、はい、私たちね。ボンボンファンの皆さん、要チェックです。はい。最後の願い事にも出てるんです、袴田さん。それでは、別の、オッケー。いきます。はい。あ、それでは、わっちさんの別の人の彼女になったよ。別の人の彼女になったよ。今度はあなたみたいに一緒にフェスで大はしゃぎとかはしないタイプだけど、余裕があって大人で本当に優しくしてくれるの。別の人の彼女になったよ。今度はあなたみたいに映画見てても私より泣いてることなんてないし、どんなことにも詳しくて本当に尊敬できる人なの。キスや態度だけで終わらせたりせずに、ちゃんと好きだという言葉でくれるの。怒鳴り合いは愚か、口喧嘩もなくて、むしろ怒るとこかどこにもないの。だからもう会えないや、ごめんね。だからもう会えないや、ごめんね。あなたも早くなってね。別の人の彼氏に。エモエモエモいよ、この歌エモすぎるんだよね。ラーチチュー、あー面白い、イエーイ。ちょっと言ってみますか、面白い、はい、大塚愛さんのスマイリー。ラララララ、イエーイ。ラララララ、イエーイ。スマイリー、いつも以上にプッシュして、いつも以上にラブラブで、いつも以上にドンと構えて、いつも以上に思いやる。みんな集まって騒いで青春
早かったのかも。早かった。なんかさ、本当に歌いながらが、あの難易度高くて、ゴー。イエイ。は。バレーコードができるようになったらな。わかるわかる。お、この歌。例えばあなたがいて、ハッピーです。おお、ハッピーです。イエイ。また少女不安定だな。イエイ。お疲れさんのハッピーデイ、ハッピーデイズ。例えばあなたがいて、私は優しくなれるとか、私がいてあなたがいて元気になれるとか、例えば頑張ってたらドジを踏んだりして、頭なでなでとかからかわれたりとか、思わず外に出たくなって、前にもどんどん進めて、顔がにやけそうになるのこらえて、好きかも。ハッピーデイズ、ハッピーデイズ、あなたと二人で。ハッピーデイズ、ハッピーデイズ、手をつないでいる。ハッピーデイズ、ハッピーデイズ、思いが届くようなデイズ。ハッピーデイズ、夢を見たよ、夢かい。えい、めっちゃ息継ぎ大変、届くよもうな、ハッピーだった。なるの弾き語りコーナ ー、 あー、今回はゆっくりだから歌えるっていう感じで、ビギンさんですか。ビギンさんの三振の花、いきます。いつしか忘れられた、おじいの肩身の三振、この間で誕生祝いの島酒にもたれて、埃を指で撫でて、緩んだ糸を巻けば、退屈でたまらなかった、曲だよね。あ、リブート。あ、あ、ミワのリブート。ああすればこうすればこうしたらなんて考えて進めないでるなら、複雑な感情全部捨てちゃえ、求めたのはユートピア、あなたからはあなたじゃないのプライオリティ、嫌なことはもうデリート、今すぐリセット復活のメソッド、ああすればこうすればこうしたらなんて考えて、時間まで無駄でしょ、胸の痛み蹴飛ばしまい上がれ、愛してる愛してる愛してるなんて本音さえ言えないでいるなら、複雑な感情全部捨てちゃえ。え、すごい、よかったよかった。あー、でもやっぱありそう、確かにそういうの。ちょっと一回持ってみる。え、なに
職業体験みたいな。こっち、ここってこう持って、うん、で、人差し指ここ合ってる？うん。ギター侍だ。これここだから、じゃあ私があーすればって言って。マジで？はい、あーすればーで早くして。さあ、行くよ。はい、あーすればこうすればこうしたちょっと考えて。すごい。ということで、はい、今日の宿題はできました。すごいですね。できました。次の宿題はリトルグリーモンスターさんの曲を弾くことにしようかな。いい、ね、じゃあ私もちょっと練習します。それでは、もし歌ってほしい曲とかあればぜひコメント欄に、お寄せください。ツイッターとかの方がなんか、なんだろう、コメント欄でもいいけど、どちらでもいいんですけど、ぜひぜひお寄せください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。